初めてテレビ CM の話を聞けたので、まず嬉しいなって思ったんですけど、やっぱ迫田さんっておじいちゃんたちにも言ったらすごいわーってびっくりするくらいだから、なんかおじいちゃんとか周りの家族とかにも鹿児島でなんか見てもらえるっていうのも嬉しかったりでした。今後はでも一番はお芝居が大好きで、お芝居をずっとしたいので、役者の夢に近づけるようにちょっとずつお仕事と出会えていけたらなって。でもいいですか、きっかけはちっちゃいんですけど、幼稚園生の時にランドセルの CM で見た子役の子がすごい可愛くて、その子みたいにテレビに出たいなって思ってオーディションを受けたのがきっかけです。そう、感想、はい、一言いただけますか。まずとっても楽しかったんですけど、すごく暑い中皆さん頑張ってくださって、すごくいい経験にもなったし、暑さが全然感じられないぐらい楽しさでいっぱいの現場で嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。